皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズのベイ君です。よろしくお願いいたします。さあ、ガチャの時間やってまいりました。その前にこちらをまずご覧ください。ドン、購入情報、無課金でやっております。よろしくお願いいたします。でね、やはり月末にも確率アップが来てくれました。私がね、一番欲しいのは奈良ですね。やっぱりずっと言ってますけど、奈良が楽しいので、奈良ね、どうしてもレベル4まで上げてみたいです。今レベル3ですね。で、シンバね、まだ1体しか取ってないので、シンバも欲しい。そしてスカーも強いので、かなり欲しい。全部欲しいでございます。でね、来月の頭にね、またすごい積むが入ってくるという噂があるので、今回は10回にさせていただきます。で、チケット持ってるので、27万コイン使って、残り16万になるように、行きます。というわけで、よろしくお願いいたします。さあ、3月ですよね。3月最後の確率アップ、よろしくお願いいたします。ドン！ 1 回目参ります。まずはグーパンダチーお、でも、これはラプンツェルか。おし、ラプンツェルレベル4。25ですよ。消去数25は、これは強い。確定で25はめちゃくちゃ強いですね。さあ、2回目参りましょう。いいね。幸先いいですよ。さあ、2回目いきます。グーオリエル。でもアリエルは、そうなったとこやからかなり先が長いですね。20体いんのかな、これ。結構えげつないね。さあ、3回目。行きましょう。もう1回グーで行きましょう。なんだかんだ、いつも出てるんでね。グー恐竜出ました。恐竜出ました。これはグーの流れ終了でございます。グーの流れ終了なんで、ここで、パー行きましょうか。ここでパーいきます。張り手ですね。張り手のごとく反応悪いから、やっぱ手が、手のひら反応悪いかもしれんぞ。あ、オッケーオッケー手のひら反応悪いですよ。皆さんやってみてください。なんでやろう。なんか手のひらってあんま電気通さへんのかな。通した通した。もう一回行ってみましょう。もう一回行ってみましょう。えいよし、来た手のひら全然、あ、でもメーターレベルアップ、いいですね。メーターもね、なんだかんだね、お金稼ぎには向いてるんで、結構いい感じですね。さあ、まだ参りますよ。よろしくお願いします。16万まで使うよね。オッケー。それを忘れたらあかんと。チョップ行きましょう。キャッ！おお、来た！なら来た！よし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 ！あと3体、でもあと3体やけど、これは嬉しいね。よし、いいぞ。ならレベル4になったら絶対もっと強いもんね。4はね、一気に強なるから、ちょっとごめんなさい。痒くて、ここめっちゃ痒くてね。さあ、チョップ行きましょうか、もう一回。チャッ来い！あー、猫。猫はレベルアップ。よし、4から5。嬉しいね。マリーちゃんがこの、あのスコアアタックの時にマリーちゃんレベル5にしておきたかった。あと3回。あと3回やね、多分ね。さあ、行きましょう。いや、どうしよう。これでいこうか。タッチペンでいこうか。タッチペン結構ね、最近、また質も増えてきたんで、これ、ジョットミニというタッチペンでございます。使いやすいですよ。へいおし、マレフィセント来たレア粒が来ました、レア粒来ました。マレフィセントね、前レベル上がって、でも難しかったんでね、ちょっと苦戦してたんですけども、でも、やはりこの粒はね、強いという話なんで、行きましょう。ラスト2回でございます。さあ、奈良ちゃん、もう一体は欲しいな。来い！あ、犬、ちょっと似てるよね。色は似てるけど、レディー最近よく出るな。というわけで、ラスト、参りましょうか。もちろんね、もちろんいつも、私のガチャ動画を盛り上げてくださっている彼をお迎えいたします。さあ、皆さん、どうぞ、お迎えください。パパパパパパーン！スヌでございます。最近選択したんでちょっと白さが増しております。最近選択したんで白さが増しているスヌでございます。そしてなんとタッチペンをまずちょっとミニを持ってからの、行きましょう。これね、絶対すごいの引いてくれるから皆さん見といてくださいね。行きましょう。ラスト！来い！白さ増したから白いの引いてきました。白さ増したから白いの引いてきました。というわけでガチャこれにて終了です。ありがとうございました。ということはとりあえずでも奈良が1体だけかな。うーん、でもね、このそのさっきも言ったんですけども、すごいのがね来るっていう
名称が確か出てから、マレフィセントドラゴン、ちょっと教えてもらったんですけど、まだ噂なんで、確定じゃないっぽいんですけど、もしかしてもう確定になってるのかな、わかんないんですけど、このマレフィセントドラゴンっていうね、なんかもう、何っていう、なんでドラゴンになっちゃったんっていう感じのが来るらしいんですけど、なんか原作であるんですかね、ちょっと僕わかんないんで、あれなんですけども、それがね、なんか登場するという噂があって、うん、やっぱそれにも乗っときたいんで、今回はこれにてガチャは終了です。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、ここからね、粒使って遊んでいきます。よろしくお願いいたします。よければお付き合いください。というか、あんまりレベル上がらんかったよね。で、奈良ちゃんが、そう、あのね、チケットを使ってもいいかなとも思ってたんですけど、奈良にならね。本当に楽しいから、これ。ただ、3枚は多いね。3枚は多いから、ちょっと控えて、あ、そう、ほんでね、前回の8分の時に、いろいろね、コメントで教えてもらったんで、ちょ、それを実践しましょうか。ちょ、じゃあ、8分やってみます。8分はね、結構やっぱり、慣れないとね、難しいっていう話みたいなんですけども、とりあえず教えてもらったテクニックを、やります、やります。まず、8分は、スキルの時は、スキルの時ね、8分は消さん方がいいみたいですね。8分はとにかく、スキル中は消さない。ほんで、ここでいっぱい消す。これがいいみたいです。ここでいっぱい消して、ほんで、ボムキャンセルするのも一番いいみたいなんですけども、とりあえず次のフィーバーに行くためにはどうしたらいいかな。これ踏んでこうして、オッケーオッケー踏んで次行って、おい、確かに、確かにサイクルいいかもしれんぞ。踏んでこうして、で、本当はね、ここでボムを残しといたらもっと、おー、いいね。新しいかもしれん、これ。やっぱこっちの方がいいんかもしれないですね。ただ、あんまりチェーンが結局できてないから、その点でどうなんでしょうね。で、ボムね、1個は残しときたいんですよね、実は。なんでかっていうと、ちょっとそれを、あ、行きましょう。ここで、なんとスキル中にボム使ったら、これもね、チェーンになるっていう。こう、あー、しまったしまった、ちょっと癖でこれ消してもらったけど、これがね、実は結構強くて、今のを、だからボムね、2、3個持っとくと本当はいいんですよ。だから、本当に結構立ち回りが難しいというか、立ち回りをね、すごく考えないといけないので、これ残しときたいよね、ボム残しときたい。で、端ボタン、よし、行きましょう。あー、溜まってないのか。これだから、こうし、あ、これ上のは残しといて、これで行きましょう。で、こうして、で、こうです。ちょっとしょぼいけど、しょぼいけど、ほんで、これで、めっちゃ消えて、楽にね、無理やりチェーンせんでも消せるんですよね。ほんで、ボムキャンで、こうして、難しいな、やっぱりね。で、よいしょして、はい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 。えんちゃんえんちゃんえんちゃん、でも、結構できてるよね。あ、ほんで、これ使いましょう。ほんで、ボムを消して、あ、8分消してもって、大丈夫大丈夫。8分は仕方がない。消してしまったけど、しか。35! え、ちょっと調子乗ってきたんちゃう俺。ちょっとええ感じになってきたんちゃう、これは無理か。これは無理か。オッケーオッケーオッケー。でも、こんな感じで、もっとね、うまいこと立ち回れたらいいんですけども、こうすると、8分のループみたいなのがね、できやすくなって、かなり強いという話なんで、まあよかったら皆さんやってください。なんでほんでスキル中に8分を使わないかっていうと、ちょっと待ってね。画面がすごい。さっきの私の指のあれで、画面がぬるぬるやったんで、ちょっとこうやっておきます。なんでええかっていうと、スキル中はね、8分が溜まりにくいみたいなんですよね。スキルの、ゲージが。なんで、8分は、普段は、あ、じゃなくて、スキル中は消さない方がいいみたいな、そういう立ち回りがあるみたいですね。いやいや、本当にコメントありがとうございます。すげえ参考になりました。さあ、次何、また奈良使います？奈良かな、結局。奈良使いましょうか。奈良ね、ほんと僕ね、好きで。真ん中消してくチェーンがほんと大好きでね、ちょっと使ってみましょうか。これ4にしたかったよね。さあ、踏んで、なんか今月の、なんか総評みたいなのあります？急に何の話すんのか、よう悪くなってきたけど、自分でも。あ、これ行きましょうか。なんかあったっけ、こう。あ、そうそう、一つ言いたかったことがあって、あ、これね。最後にシンバーで終わらす。するとコインめっちゃ入ってくるみたいです。これもね、教えてもらいました。コメントね。はいはい。ありがとうございます。で、こうして、こうして。そう、一個言いたかったのが、あれ見ました皆さん。ディズニーといえば、何やったっけ、モンスターズインク。そう。モンスターズインクね、今月、2種類やってたんですよね。インクとモンスターズユニバーシティかな。で、僕ね、ユニバーシティは、トルネに撮ったんですけど、まだちょっとね、時間がなくて、見れてないんですけども、ユニバーサル、じゃあ、ユニバーサルじゃ、あー、これ今のはダメ。今のコイン多分少ないんちゃうかな。モンスターズインクので、ね、1は見ました。1は見たんですけど、やっぱり、めちゃくちゃ面白かったですね。
あれ本当にね、おすすめディズニーアニメなんで、皆さん見てない方いらっしゃいましたらね、マジでトイストーリー好きな方は絶対気に入るんじゃないかな。なんかそんな感じ、あ、まあピクサーやからかもしれんけど、なんかね、やっぱり大人も全然見れるというか、大人向けって言ってもいいかもしれないぐらい大人に分かりやすい。そしてね、最後の逆転劇ですよ。あのね、最後のね、逆転劇がね、マジ最高の展開やから。あと、吹き替えです。吹き替えがめちゃくちゃ合ってます。トイストーリーは、唐沢さんが出たりね、所さんが出たり、有名な方がやっててね、それもめちゃくちゃ、おい、コイン稼ぐんですよ。それもね、かなり、声合ってるんですけども、モンスターズインクの声もめちゃくちゃ合ってて、もうどんどん喋っていいですか、これ。1000円稼ぐ。ならやっぱ楽しいけど、次何見たいですか、皆さん。次何見たいですか。次は、じゃあ、スカ行こうか。ほんと、ちょっと遊んでるだけだけど。マイクってのは一つ目の僕がいつもバケモンって言ってるやつなんですけども、あの人の声が爆笑問題の田中さんの声なんですよね。ちっちゃい方です。言ってしまえばちっちゃい方なんですけど、めちゃめちゃ声合ってるんですよ。またそれがね。もうね、あの人しかありえへんっていうぐらいこれスキル使います。それしかね、ありえへんっていうぐらいね、バッチシの声しててね、もうね、で、歌うまいんですよ。結構ディズニーの映画って声優さんと歌ってるのって別々にすること多いんですけど、多分ね、確か田中さんは歌ってます。なんか歌うシーンがどっかであったんですけど、最後に歌ってるだけだったかな。まあ、とりあえず、歌うシーンがあるんですけど、歌やたらうまくてね、それもまた私は素敵やなと思います。ほんで、もう一個、サリーちゃんがなんと、本邪魔かの、何だっけ、太い、石塚さんかな、石塚さんなんですけど、それもね、またバッチリやっててね、いや、マジでね、ちょっと思い出しただけでね、笑顔がこぼれる素敵な映画で、ブーちゃんかな、ブーちゃんもまた可愛くてね、本当に子供みたいな動きをするんですね。あれほんま CG かって思えるぐらいね、素晴らしい。もう映画の話しかしてないけど、すげえ素敵な映画でございます。で、サリーね、ふさふさなんですけど、毛がね、犬っぽいから。なんて言われてるか、尻尾って言われてんだっけな、ブーに。にゃんにゃんって言われて、なんで尻尾って言われたかわかんないけど、にゃんにゃんって言われてんだけど、それがまた可愛くてね、で、たまにね、たまになんか知らんけど、日本版ではカットされてたシーンやったか知らんけど、たまにね、英語になるんですよね、ブーちゃんの声が。それなぜか不可思議やったんですけども、あと今月行われてた、確かね、たまに英語の声になってたはずです。それ皆さん、チェックしてください。めちゃくちゃおすすめでございます。可愛くてね、ほんで笑顔がこぼれる、もう素敵な映画でございました。あとなりました。ほんでね、モンスターズユニバーシティ。あれもね、最高の映画で、これはまあ言っていいかな、冒頭の話なんて言っていいと思うんですけど、サリーってね、モンスターズインク1の方では、結構落ち着いたね、キャラクターなんですよ。なんかこう、大人なキャラクターなんですけども、1の時は、2の時は、すげえね、チャラい。めっちゃ稼ぐな、こいつ。こいつめっちゃコイン稼ぐよね。チャラいキャラクターでね、それがまた可愛くてね、たまんないっていう感じの映画で、私まだ今月見てないんですけども、撮るにね、まだ2時間分のデータが入ったままですけども。それまた時間取ってね、見たいと思っております。超おすすめ映画でございます。さあ、あと1回ぐらい遊びたいね。ちょっと前、遊ぶの楽しすぎて。私、喋るのが楽しすぎて、遊ぶのも楽しすぎて、ちょっと時間がよくわかんなくなってますが、もう1回なんか使って遊ぼうかな。何を見たいかな、皆さん。なんか見たい。なんかこれ使ってんの見してくださいっていうのあったら、ここまでね、見てる方いらっしゃいましたら嬉しいので、ぜひね、その方、こいつ使ったちょっとプレイ、前やってみろや、みたいな感じ。お前そのテクニックで、そいつ扱えるのかよ、みたいな。そういうのがあれば、言ってください。よろしくお願いいたします。では、何使おうかな。あと最近俺気に入って、ティンカーベルでね、僕ビンゴカード最近がそう、ビンゴカードをクリアしたから、なんかね、T のつくツムで、スコアツムを、いや、スコアボムを192個消せみたいな、そんなんがあったんで、それね、ティンカーベルレベル4で、使えるようになった、クリアできるようになったんで、最近クリアしたんですけど、またティンカーベルが強いんですよ。これ、やっぱりコイン稼ぎ向いてますね。ティンカーベルもね、昔からコイン稼ぎにはすごい向いてるって、言われてたんですけど、これは普通の時使った方が良さそうなんで、普通の時使いましょうか。行きましょう。ポン。これです。25。これはね、圧倒的に強いですよね。これ、ボムは作ってからボム作りしたいね。ほんで、これも、おー、マルフィネット出てくるね。これはこうして、はいはい。ティンクがあんまり出てこない。ティンク、ティンク、ボム、あー、もう全然、これね、三角形ってマジ消しにくくないですか？いつも思うんですけど、
三角の3つの時絶対消せへんってやつね。これね、つむつむあるやると思うんやけど、皆さんどこから聞きましょうか。これまだ2回目ぐらいちゃう、必殺技使ったの。ちょっとやばいね、これ。あまりにも、マイツムが少なすぎるやつや。はいはいはい。で、これボム使って、こうやな。で、こうし、ちょっと集中します。ちょっと集中します。あと2回ぐらいは使いたいと思ってるんですが、これは1回混ぜた方がいいから、これ1回混ぜないとシャレにならんやつやね。オッケーオッケー。あ、出た三角形消せんやつ。はい、オッケー。これはボムで、消してから行きましょう。ちょっとしょぼいから。これ超しょぼいから。右がしょぼい。はい。23。で、はい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 。でね、ティンカベルちょっとやっぱ重いんですよ。確か15か14なんで。まあ、なんだかんだでやっぱり、骨プルートを持ってんやったらそっちの方が全然稼ぎやすいんですけど、レベル5になればもっと強いんかな。うん。レベル4なんでまだこれですけど、よいしょ。ティンカーベル全然消せなかったね、結局。もっと稼げるんですけど。うまいこと言ったらもっと稼げるんですけども、こんな感じでございました。92はそう、少なかった。そう、言い訳にさせてください。ティンカーベルは少なかった。というわけで、こんな感じで終わりましょうか。あとね、ミンゴカードどんな感じですかっていうのが言われたことがあるんで、コメントでちょっと見せします。ここ14まではとりあえずね、その先のティンカーベルのおかげで全部クリアして、結局ね、このコンボですね。これ系が本当に難しすぎて、しかももうね、やり出したら、永遠にね、コインだの、もしかしてルビーとかもね、使ってもらうかもしれないので、ちょっとね、あんまりやらないようにはしてるんですけども、結構残ってますね。コンボと点数かな。点数のやつも残ったりしてます。結構、ここは難しい。まあでもね、そのうちレベル上がったらゆっくりできると思いますので、コンボだけはちょっと厳しいけど、他のもやっていこうと思います。こんな感じやな。というわけで、最後までご視聴皆さんありがとうございました。奈良ちゃん一応1体ゲットかな？で、確率アップはでもそれだけやったね。ちょっと悔しい結果でございましたが、これにて終了です。ご視聴ありがとうございました。最後に飲み物を紹介して終わりましょう。ちょっとね、さっきまた飲み物いいの出てきたんで、最近ご紹介してるんですけど、前言ってたやつ、紹介いたします。でこちらです。またこのパッケージなんですよ。マジでこのパッケージのやつめっちゃ流行ってて、そう、ボテラって前回やったかな？紹介したボテラってとかね、CM とかもしててね、かなり推してますね。で、こっちは、贅沢ミルクココア、森永でございますね。ちょっとね、中身、結構少なくなってるんですけども、かなり美味しい。飲みましょう。かなりうまいです。生クリームがね、しっかり入ってて、これもどっちかっていうとかなり牛乳寄りのね、飲みやすい感じのココアでございますので、コーヒー苦手な方はぜひ、これおすすめいたします。このパッケージはね、今んとこ外れないです。めちゃめちゃ美味しい。だからね、このパッケージを作ってる会社がかなり儲かってるんじゃないかという感じでございますね。というわけで、次回もお楽しみ。次回はね、4月、絶対すごいのがね、来るという話でございますので、皆さん頑張ってコインためやりましょう。ご視聴ありがとうございました。心リンクゲームズのベイクンでした。バイバーイ。